あのちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、とある料理が無性に食べたくて、先ほど市場に行ってきました。で、今日はですね、こちら、じゃん、1万円企画でございます。大人気シリーズですよ。1万円でどんなお魚が買えるかなっていうシリーズでございます。上限がないと僕もあれも欲しいこれも欲しいで何でもかんでも買っちゃうんで、もう1万円っていう上限をつけて今日魚介を買ってきました。で、今日は1品2品じゃなくて複数買ってきましたのでね、1万円でどれだけの魚介が買えるか楽しみですね。ではこちらどうぞ。今日はなんか珍しく人が少ないな。月曜日なんですけどね。おはようございます。串揚げに面白そうな海鮮を買おう。ヨシエビとかいいね。このサイズ感、大きすぎもなく小さすぎもなく、これもらいましょう。イカも欲しいね。なんかここに1匹だけ残ってるな。買って欲しそうな。これも買おう。わ、貝類もいいな。貝は絶対行きたいな。サザエってあんま聞かないですよね。サザエの揚げ物ってめっちゃハゼるかもしれんけど、ちょっとやってみるか。本ミルもいいな。本ミル、すいません、あの本ミルもこれ1個ください。本ミルとサザエ買いました。なんでもう4種類購入ですね。うわ、でも牡蠣もいいな。これ5品目いっちゃったな。これで、ね、こうやってね、金額を縛ると本当にいいわ。ありがたさを再確認しますよね。シシャモ出てきた。これカペリンじゃないですよ。これ本シシャモ、今の時期しか取れないやつ。真珠貝の貝柱、これあげたら絶対美味しいな。1700円か。買うか。1700円ならいける。カリナさん、おはようございます。おはようございます。平貝いいですね。これ1枚、まあ、いいけど、まああと一月すると見違えるけど。じゃあちょっとこれ1枚でいいですか。いいよ。平貝で8ですね。なんか魚系もいきたいですよね。ちゃんとさばき応えがあるやつね。あと3000円あるぞ。アナゴもいいな。息の大きいアナゴ、これ1本から売ってくれるんかな。アナゴ1匹から買いましたんで締めてもらいます。でね、久しぶりにこれ見たんすよね。こんな大きいメヒカリ久しぶりに見た。これね、絶対行きたいなと思って。メヒカリ行きましょう。この赤下ビラメもいいな。揚げにしたら美味しいでしょう。油使う料理と相性抜群なんで、この魚。赤下とメヒカリ行って終わりにしますか。いい感じの野菜買ってスタジオに帰りたいと思います。それじゃ帰宅。ただいまということで帰ってきました。じゃあ今日買ったものを改めて紹介しますね。赤下ビラメ、本シシャモ、メヒカリ、スミイカ、そしてアナゴですね。セルガキが2つに、あとヨシエビが10本、でサザエ、大きいサザエですね。サザエが1個と本ミル貝が1で、真珠貝ですね。平貝が1枚、これが魚介です。ほんで1000円ほど余りましたんで、こちらのちっちゃい椎茸とアスパラガスも買ってきました。でこれで大体1万円でした。今日めっちゃいい買い物できたなって思ってます。やっぱりね、金額設定決めるのすごくいいです。普段の僕だったらここにアワビとかウニとか、あと白トリュフも売ってたんで白トリュフとか買って、結局なんかすごい値段になっちゃいますけどね。自分を制限することができました。やっぱこの企画いいな。そしたら今日はこちらのたくさんの魚介を使って海鮮串揚げを作っていきたいと思います。そして今回実食の時に一緒に飲んでいくお飲み物はこちら、でん、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶でございます。大人気の生ジョッキ缶、こちらでやっていきたいと思います。お店みたいなビールが家でも飲みたいなっていう時にぴったりですね。みんなで楽しめますからね。まずは平貝から、もう上からこうやって外してくれてありますんで簡単ですね。紐裏通して、で柱だけ取っちゃいます。いや、やっぱ金大さんさすがですね。こうやってあえて上から外すことによって買う側も柱がしっかり見えるんで、開けてうわ残念だったなってことがないんですよね。この販売方法はさすがだなと思いました。ちゃんと買う側も見て納得できるというね。このね、紐も美味しいんですよ。でこれがね、小柱って言われるとこかな。ここはね、僕あんまり味がないかなと思っちゃうんですよね。ここと、あとなんかこの先端のところ、ここは食べられるんですよ。はい、これが平貝の主な過食部位ですね。そしたらサザエですね。サザエは、くるっと。めちゃくちゃ息がいいな、このサザエ。サザエの揚げ物食べたことないんでね、今日はあえてチョイスしてみました。でもね、多分、とんでもないぐらい油の中ではぜると思います。パパパパーンって。そしたら蓋を外して、はい、これを洗ったら OK ですね。そしたら牡蠣ですね。さあ牡蠣の中身はどうでしょうかね。お、良さそう。お、いいじゃん。わあ、これ生でもうまいだろうな。ほら、ブリンブリンだ。もう素敵。よいしょ。うわ、こっちも物よ。これなんで2個買ったかというと、どうしても1個生で食べたかったんです。すだちをかけて、
いただきます。うわ、うまい。この牡蠣タイプ今日一番の難関かな。本ミル貝ですね。まずは貝柱を開けていきます。で、紐裏通してこっち側にも通していきます。よいしょ、パカッと。はい、そしたらこちらも取っていきます。こことここに入ってます。結構ね、本ミル貝は珍しいんですよね。だいたいね、ハマグリとかはこう対角線上にあるんですけど、ちょっとここずれてあるんですよね。そしたら貝柱を外して玉を取っちゃいます。で、本ミル貝はこの玉も食べられます、お刺身で。で、お刺身で食べる場合は少しこれ割ってあげます。で、こうやって綿を外しちゃいます。ほんで貝柱を外して、で、メインはここスイカの部分です。ピローっと取ります。これ白ミル貝と比べて本ミル貝はね、なかなかこれ取れないんですよ。こうやってスプーンでこうやってこそぎ取っていくんですよね。これが一番早いかもしれないですね。でも本ミル貝に限ってはこの湯引きしても、あの白ミル貝みたいにつるーって取れるわけじゃないんですよ。なんでもう最初から湯引かずにスプーンでこそげ取ります。で、この黒いのは取らないと口当たりめちゃくちゃ悪いんで、しっかり取ってください。で、この先端はね、意外とこうやってパキャッとね、取れます。結構固まってる、ほんと貝殻みたいな感じ。まあでも僕はね、この本当の先端、ここは少しだけ取ります。その方が気持ちがいいので。そしたら硬い殻が取れましたら、これを半分に割っていきます。で、たまにこの中に泥とかが入ってるんで、まあ、ここは綺麗にしてあげます。はい、そしたらヨシエビ。まずは頭を落として、殻剥いていきます。このエビがうまいんだよな。で、また串カツにはちょうどいいサイズ感。どんどん剥いていきます。そしたら尻尾を斜めに落として、尻尾の中の水気を取っていきます。これをやることで油に入れた時にパチンとはぜにくくなります。はい、お次こちらのお魚コーナー行きましょうか。僕のさばくの苦手なアナゴ、ちょっとやばいな、目打ちがどっか行方不明だな。これでなんとかいけるかも。お、油ある、すごい美味しそう。むずい、変おじい助けてーよーとか言ったら来たらおもろいのにな。本当に難しいこの長物系って。あ、来た。あ、そう、これ入っちゃえばね、あーと思うんですけど、入るまでがね結構難関なんですよね。これ、うわ、身がツヤツヤ、さすが生け締め。そしたら腹骨を取っちゃいましょう。で、背びれも取ります。アナゴもきれいにさばけました。で、ボウルに入れてお塩を入れて少しぬめりを取っていきます。はい、水洗い。そしたら半分ぐらいに切っておきましょう。はい、これでアナゴの仕込みの完成。そしたら次、シシャモですね。これはね、鱗取って3枚におろさない方がいいと思いますんでね。多分これね、お刺身でもいける鮮度感なんてすごくいいものですよ。この鎌の上から頭を落としちゃいます。鎌の上から落とすことで内臓がこうやって出てきませんのでね。で、ヒレというヒレも落としちゃいましょうか。で、尻尾も取っちゃいましょう。はい、こんな感じ。お次、メヒカリ。いや、ここまで大きいメヒカリはなかなか見ないですよ。これもね、深海魚なんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ。これね、油料理と最高に合いますんで、これは行きたかった。ただちょっとね、これ大きすぎるんで、これ3枚におろしたいです。頭を落とします。そしたら内臓を出していきます。これやっぱり深海魚特有のこのお腹の中、黒い膜で覆われてますね。はい、そしたら3枚におろしていきます。で、腹骨をすいていきます。綺麗な身してるわ。これ取れたての鮮度抜群だとお刺身でもいけますからね。非常にさばきやすい。はい、 OK です。はい、次、赤下。これも鱗取っていきます。はい、そしたら頭を落とします。下ビラメは3枚におろしていきます。まずガイドラインを入れていきます。そしたらそのガイドラインから柳包丁で包丁を入れていきます。骨の上を確実に通して、はい、こうやって中骨まで行きましたら、中骨の先端に包丁の刃先を乗っけて少し落とし込む。落とし込んで反対側に移動します。反対側に移動したら同じように下ろしていきます。はい、こんな感じですね。
で、腹骨を取ったら、OK。そしたら反対側、こっちが難しい。本当に難しい。できるだけ身を残さないように。そしたら腹骨すいて、ネタケースに乗せていきます。はい、で、最後、ちっちゃい。一匹だけ売れ残ってたスミイカちゃん。もうこの子はね、なんか買ってくれって言ってました。そしたら、まずコウイカなんで、硬いコウが入ってますんで、これを取っていきます。ここに一本入れて、で、開きます。で、ここ注意点なんですけど、スミイカは墨がすごいんで、墨袋破かんようにね。あ、魚入ってる。これね、カジカかな？何これ？あ、コチ？これは、ワニゴチの稚魚かな？はい、これで、銅とゲソ分けれました。そしたらゲソをこうやって V の字に入れて、肝取っちゃいます。肝の横のこれですね。これが墨袋です。これ潰すと大変なことになる。なんでこれを潰さないように捌いていくのが綺麗に捌くコツ。僕は動画上を見やすくお送りしたいので、まな板の上でここで捌いてますけど、シンクの中でやった方がいいと思います。最悪墨袋が割れちゃっても、シンクの中なら安心なんで、絶対それやった方がいいですよ。そしたら皮を剥いていきます。そしたら今日はお刺身ではありませんので、特に薄皮とかめくる必要はないのかなと思います。耳ですね。耳はこうやってだるんと余った皮は取っちゃいましょう。で、ゲソですね。はい、これで全部の魚介がさばき終わりました。そしたらこちら切り分けて串を打っていきます。メヒカリは、こうやってジグザグに。次、シシャモですね。背中の方にまっすぐ、ブスッと。で、エビは尻尾から、ブスッと。タイラガイは、もう贅沢に半分でいきましょう。ブスッと。うわ、これうまそう。サザエは半分に割って、で、唾液腺だけ取っちゃって、赤いところ、ここ硬いと思いますんで、切れ込みを入れておきましょう。いや、どうなんだろう、サザエの串揚げ。想像もできないな。生牡蠣これ取れちゃいそうだな。大丈夫かな。できるだけまず硬いところに串を通して、で、貝柱にも通して、こういう感じですね。良さそう。ボンミル貝は半分ですね。これはね、めちゃくちゃうまいと思います。超贅沢な串ですよ。イカは半分に切って、で、こっちの表面に少し飾り包丁を入れておきます。こんな感じ。下ビラメ、この真ん中の美味しいとこ行きましょう。そしたらこれも縫うように刺していきます。そしたら次、アナゴですね。アナゴはこれ半分に切っちゃいますか。こんな感じで。平ら貝は一つじゃちょっと寂しいので、三つぐらい刺しときましょう。アスパラガスもこんな感じ。小さい椎茸ですね。石突きを少し外して、こんな感じで。わ、いいじゃないですか。素敵な感じですよ。そしたら、そこにお塩。ピンク岩塩を振っていきます。で、胡椒ですね。胡椒は片面だけにしておきます。そしたら、まずバッター液につけて、で、パン粉をつけます。いいね。串がついてると手が汚れない。これね、楽しいですよ。では、こういう感じにどんどんつけていきます。はい、ではこちら揚げていきます。シシャモ、メヒカリ、アナゴ、シタビラメ。アイラガイ、カキ、シンジュガイ、あっち、次はイカ、ホンミルガイ、エビ、そしてサザエ。ここら辺はね、飛ぶと思います。しっかりガードしていきます。ほら、すごい。やっぱりイカはね、飛びますね。あっち。そしたら少し温度を落としたら、そこにアスパラですね。そして椎茸。はい、このようにカラッと揚がりましたら、こちらを盛り付けていく。
はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが今朝市場で買ってきました。予算1万円で買った魚介類たちで作った一口海鮮串揚げですね。もう自分でさばいた魚だから衣がついててもどれがどれか分かります。これいきますか。これがメヒカリですね。ソースは一度漬け。ではメヒカリいただきます。うんまっ、メヒカリうまっ。身がふわふわですね。骨ついたままでも意外とね、骨柔らかいので揚げちゃえば気にならないんですよ。だからほんと揚げ物には最適な魚、甘みがあって美味しい白身です。じゃあ次どれいこうかなって、これめっちゃ楽しいんだけど、食べて美味しい、作って楽しい、最高ですね。じゃあこれいきますか。今朝まで生きてたアナゴ、いただきます。うんまー、もう脂あるなこのアナゴ。やっぱり生け物あげたんで身がプリプリ、美味しいです。エビいきますか。エビ、うん、ヨシエビで正解でしたね。クルマエビともブラックタイガーともまた違った美味しさがありますよね。次シシャモ、シシャモうまっ。そうか、シシャモフライってありますもんね。一番うまいかも今のところ。このふわふわな味とこの綿の苦味と甘み、卵は入ってないんですけどめっちゃうまい。次こちら平貝ですね。シンプルにレモンでいきましょうか。レモン汁でいただきます。うんまっ、まだちょいレアな感じね。歯ごたえ抜群、噛めば噛むほど甘いですね。じゃあ次こちら、これがサザエですかね。サザエもレモンでいきましょう。レモンも美味しいですね。さあこれは未知の領域です。いただきます。うまいけどサザエの良さは消えてしまってます。やっぱ香りは飛んじゃうんですね。じゃあ次貝つながりで本ミルいきましょう。本ミル少しこっちでいきます。うわ本ミルうまっ、甘っ本ミル。いやちょっとそろそろ飲みたくなってきちゃったんでね、本日の飲み物こちら、でんリーノのやつ生ジョッキ缶バージョン。きた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 、この開けた時のワクワク感がたまんないですよね。ほらこうやって泡がゆっくりモコ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 出てくるんですよ。でこのきめ細やかな泡がうまいんですよ。はい、こちらフルフルの泡が出てきましたのでいただきます。中身はいつもの銀色のやつだからキレもあって今日の料理にも合いますね。やっぱ揚げ物には銀色のやつですよ。でこの揚げ物行ってすぐにパカッと開けていけるところ、もうわざわざグラスに注がなくてもこの滑らかな泡が楽しめるっていうのが生ジョッキ缶のいいところですよね。泡でこんなにビールって味が変わるんですよね。まるでお店で頼む生ビールのような、そんな味わいがご自宅で簡単にお手軽に楽しめる。で銀色のやつをいった後にすかさず揚げ物を食べましょう。真珠貝いきますか。真珠貝、これも珍しい貝ですよね。アコヤ貝とも言いますよね。これがねうまいんですよ。いただきます。うわうまっ、真珠貝が貝で一番うまいかもしれん。この串カツには一番合うかも。食べやすいし歯切れもいい。で甘みがあってとても美味しいです。からの生ジョッキ、はあ、うめえ。ちょっとイカもいきますか。一匹だけかわいそうだったイカちゃん、うん、うめえ。揚げ物は最高だね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で予算1万円で買った様々な海鮮を使いまして海鮮の一口串揚げ作って食べてみましたけども、どれもめちゃくちゃうまかった。で今日の企画はねすげえ楽しかったな。選んで楽しいし作って楽しいしさばいて楽しいし食べて美味しいし最高でしたね。こちら実食の時にいただきましたアサヒスーパードライ新生ジョッキ缶。やっぱりね生ジョッキ缶は開けて泡が出てくるときテンション上がりますよね。あんまり冷やすぎると泡の出が少ないんで少し手を添えてあげると泡がボコボコっと出てきますね。しかも飲み口が大きいからごくごく飲めて、もうまるでジョッキで飲んでるようなそんな気分が味わえますね。
本当に好き、これ。俺マジで、家にめっちゃストックしてありますからね。こんな商品があったらいいなってずっと思ってたんですよね。これからの季節、クリスマスとか、あとお正月、みんなで集まる機会に、この生ジョッキ缶でみんなで乾杯したら、テンション上がるだろうな。楽しいだろうな、そりゃ。で、今日の海鮮の串揚げにもね、バッチリ合いました。揚げ物にはやっぱり生ジョッキ缶ですよ。ぜひお近くのスーパーやコンビニなどでお買い求めくださいね。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。